イラン・イスラム共和国空軍のラウンデルイラン・イスラム共和国空軍とは、イラン・イスラム共和国の空軍である。イラン・イスラム共和国空軍は、イラン・イスラム共和国軍の航空戦力、1979年のイラン革命により、パーレビ国王が退位した後に誕生した、イラン・イスラム共和国の領空、領土を守る部隊である。保有する軍用機や飛行隊の編成は、 革命前とあまり変わらない。現在の司令官はハサン・シャーサフィ順将。イラン空軍は1979年の革命前にアメリカ、イギリス、イタリアなどの西側諸国から大量に購入した戦闘機やヘリコプターなど、それに加えて革命後にソ連、中国などから購入した戦闘機、輸送機など、そして湾岸戦争時にイラクから大量に逃げてきた。 戦闘機やヘリコプターなど様々な機種が存在する。しかし、革命前に購入したものは、その後の西側諸国との関係悪化に伴う供給停止による部品不足、整備不良などが問題となっている上、革命後に購入したソ連製などにしてもエンジン寿命が短く整備費用が高いなど様々な問題があり、全体的に稼働率は低いと思われる。また、 今のところ湾岸戦争でイラクから亡命してきた機体が何機か変換されていないようだが見た目の良さに加えて整備性が程よいと言われている。革命前に導入した機体の状態や数は不明な点が多く稼働数の実数は不明である。通常の戦闘機のほか、ステルス戦闘機を国産開発したとされる。ありがとうございます。